はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。ターポンです。ターポンが実況するサブマージ。今回第4回目ですね。続きの方をプレイしていきたいなと思います。早速コンティニューからやっていきましょう。前回ですね、いろいろ、今回で言うと、物資を集めていくんですけども、この主人公である、ミクですね。この、お姉さんの方なんですけども、だんだんこの世界に住んでる、なんか怪物というか、人型をしたこう変なね、生き物がいるんですけど、それになんかだんだん近づいていってるということで、前回、白自身、ミク自身も気づいたわけなんですけども、弟を助けるためにね、これからもちょっと物資を集めなくちゃいけないということで、物資を集めに行きましょう。タクから虫から守るものが必要だということで、集めに行きましょう。相変わらずこのゲームは綺麗ですね。綺麗というか独特の感じのタッチですよね。で、今回で言うと、前回、このマップで言うと、この右側中央のとこですね。で、ちょっといろいろ集めてたので、今回はちょっとその北側に行こうかなと思います。マップで言うとこだと、このまま真っ直ぐ行こうか。もうね、ボートに乗ってるとね、前回、結構生放送でね、アークやってるんですけど、イカダ乗っててね、でかいサメに襲われて以来ね、もう海での行動がすごい怖くてですね。他のゲームの話をしてもしょうがないんですけども。もう、それ以来ね、海が怖くてしょうがないですよ。多分、こっち側はそんな来たことないんで、ちょっと行きましょうか。定期的にこうやって望遠鏡を使って索敵じゃなくて、いろいろ、コレクティブアイテムが結構あるんでね。それを見つけないと、あとボートの強化とか、含めてですよね。この辺ありそうだけど。で、基本的に物資があるのは、花のマークが、花がこう、あるところは物資があるようなところみたいなんでね。ちょっとこっち行ってみましょうか。お、なんだ？空への網。あ、網じゃねえな。ほうほうほう。これがね、タワー。これあれだね。場所のコレクティブですね。ヒストリー、ランドマーク。結構コレクション系が多いのでね。お、発見したぞ。あそこに物資がある。ちょっと字幕がね、おかしいんですけどね。 あとは船がね、結構いろいろ、船のその、このね、左下？なんかあるね。L1 のところに置いてあるのが、これ船のマークなんですけど、これが、なんて言ったらいいんだろう、こう、長く走れる距離なんでね。長く走れた方がいい。お仕事。あっと、ここから行けますね。コレクション系かな？ちょっと行ってみましょう。降りて、登ります。で、このサブマーチというゲームは別に特別なアクションはそんないらないので、普通にね、左スティックを動かして移動すれば OK なんで。これですね。さて、これね、コレクティブがね、60個ありますから。これだね。ヒストリー。なんかいろいろ、これが多分ね、ストーリーの記憶だと思うんですよね。大体半分ぐらいは埋まってきたのかな。よいしょ。ただ、このゲームの特徴として、説明が何もないんですよね。なんかこう、この絵を見て、プレイヤーがこう、想像力を働かせるというか、そんなゲームになってるので、この辺はなんかあるかな。ちょっと船のあれは欲しいんですけどね。OK。とりあえずじゃあ、物資を拾いに行きましょう。なんだろうこれ、ビル、ショッピングモールみたいな感じだね。奥とかもなんかありそうだけどね。だいぶマップの北側に来た感じかな。よし、とりあえずここにあるらしいから。すごい
すごいね。マップが広い。あ、やばい、ボートが。ちょっと一回回復させないと。この前にちょっといろいろ望遠鏡で探してみよう。奥にもなんかありますよね。なんかあるぞ。あ、ボートのやつがある。お、マンタ。マンタが飛んでる。ボートのやつ拾いに行こうかな。ボート、ここにまっすぐある。あそこかな？拾いに行きましょう。多分、この辺？どこにあるんだ？あ、これだ。よいしょ。オッケー。これでより長い時間、船を早く動かせる。おお、イルカだ。もうね、海の生物が怖くて仕方ないですよ。トラウマになってるからね。まあ、詳しくは皆さん、チャンネルの方に行っていただいて、アークの5話目を見ていただければね、原因がわかりますから、僕がトラウマになってしまったね、理由が。さあ、入れるところを探していきたい。ああ、まだなんかある。コレクティブ。あ、物資だ。次はあれを取りに行こうかな。真ん中らへんだね。とりあえずここで物資を見つけに行きましょう。こっから行けそうだ。よいしょ。さあ、今回はここは何て言いましょう。高層マンション。マンションだったんだね。まあでもこの崇拝した世界でいろいろありますからね。さあ、ここからは探索パートです。探索パートというか、上に行くアクションパートって言った方がいいのかな。さあ、まあ、要はまあ登っていくだけなんですけど、まあ行ける箇所っていうのがね、やっぱ決まってますから。で、これは多分下に降りて、で、上に登って、ここから行く感じかな。まあ、行ける高さも結構ね、まあ、一窓分かな。で、多分これは、で、基本進行方向には赤い花がついてるので、まあ、大体わかりますね。どういう手順で行くのかね。お、すごい綺麗。インスタ映えしそうだね。あれ？あいつまたおったぞ。なんか彼が行く方向にはコレクティブアイテムがあるんですよね。あー、行ってみる？よいしょ。すごい。割と驚かされる、この彼女の身体能力の高さ。よいしょ。で、よいしょ。なんかありそうだね。おお、急に天気が悪くなってきた。なんかあるのかな。わ、雨が降ってきた。お、なんかあるね。記憶だ。降ります。よいしょ。これはどこのルートに着くんだろうな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、あー、なるほど。で、さっきのルートに戻るわけだ、ここから。時折ね、このね、カメラ視点が固定されるのが面白いですね。で、こう行って、よいしょ。ほっ。あと、このゲームの特徴は音楽がすごくいいですかね。特徴的な音楽。おおお、雷が。急に天気悪くなったな。登ってって。よいしょ。
OK。どっちに行けばいいんだ？こっちかな？あ、はしごがあるね。これいけるかな？おお、よいしょ。反対側か。おう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 。気をつけてねー。あ、いた。今いたよな、あいつな。もう何なんだよ。また記憶だね。お、よいしょ。当たれない。OK。で、こっちか。なんかピコンって言ってんな。よいしょ。こっちに回るのかな？あー、なんかある。あそこにもなんかあんのか。ちょっとあれは取りいけないな。よいしょ。よいしょ。OK。これだね。さあ、オープン。さあ、物資を手に入れました。ああ、虫除けスプレーみたいなやつですね。さあ、あと5個ですね。さて、まあ物資の方はあと5個で、まあ次の1個は見つけてるので。おおおおおお、なんで1回1回こいつら人数が増えてるんだ。さあ、これでまあ虫から身を守れたけど、だいぶほら、なんかこの水色というか、なんかエメラルド色色のね、これがだいぶ進行してるよね。手とかも完全にそうなってるよね。さあ、また記憶ですね。え？この赤いのは何なんだろうね。ああ。さあ、おはようございます。だいぶ傷口とかは良くなってきたのかな。さあ、R1。タクの傷口をきれいにしない。なるほど。残りが、1列、2列、3列、4、5。あ、やっぱ半分なんだね。この物資を集めるごとに、この記憶が出てくる。ちょっと振り返ってみようか。1番。これ多分なんか集落というか、まあ家族ですよね。で、緑がお父さんで、これ、オレンジと黄色がお母さんなのかな？で、お父さんが、これ、まあ、狩りに行って、魚を、仕留めて、お母さん、これ、海に落ちちゃったのかな？うん、そんな感じだ。で、お母さんが死んじゃったんだ。で、お父さんが、なんか、酒かなんかで、なんかこう、あれだ。あ、で、なんかこう、酒にこう溺れてく感じになっちゃったのかな。で、このお姉ちゃんの方が、酒瓶を割って、まあ怒ったわけだ。そしたらお父さんが怒って、あ、これさ、ミックがこの女の子で、ハクって、このタクが、これお父さんにやられちゃったのかな。で、このボートで逃げてきたってことなのかな？なんかそんな感じだよね、多分。そうだよね、そういうこんな感じだ。はい。というわけでね、皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、大体記憶をたどっていくと多分そんな感じなんですかね。ヒストリーとかは、これはなんかこう、コレクティブ系の感じだと思います。多分そんな感じだね。はい。というわけでね、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。次回はね、サブマージ、マップでいうところのこの真ん中の物資の方を取りに行くところからね、
始めていこうかなと思いますので、楽しみにしておいてください。というわけで次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。